奇部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では201番目に置かれる。黄土高原、ファン字は色を表す字の一つで、黄色を指す。古代より大地の色とされ、収益羊猿家に、天は弦にして地は、木とある。また、中国伝統思想の範疇である五行では、中央、土の色とされる。また玉や、金の色ともされ、 その輝く色を表した。また枯れた草木の色であることから引き伸ばして枯れることを意味する動詞として用いられた。また、高校で貝が黄色いひなどりを意味し、さらにこれがやがて幼児を意味するようになり、後に、隋唐時代の古籍制度では三歳以下の子供を起とした。その字型は土地を表す。伝と、伊ー県堅少の二重のもとに、火のある字を組み合わせた。 形成も字とされる。一説に灰玉の形にかたどるとも言われる。変貌のイフとしては黄色に関する字をいくつか作っているが多くはない。主として、勝負として使われることが多く、広しや、こうのようにこうといった音などを表している。このため、ファンを構成要素として持つ漢字はイフに従って他の部に収録されているものが多い。規部は上記のようなイフを 構成要素とする小数の字型と、小符を構成要素として持つが、他の部に分類できなかった、いくつかの字を収めている。印刷書体において、後期辞典は、点書に従い、ファンのように上部を二重と一に分離し、下部を湯にした字型を採用している。台湾の国字標準自体、香港の常用技字定表は上部に関してはこれに、習うが、下部は点にしている。 一方、日本の新字体、中国の新字型では、木のように、二十と一を重ね、下部を湯にした字型を採用している。日本の新字体及び、中国の関体字では、ファンを構成要素に持つ、広氏に関して簡略化した字体を用いている。日本ではこれを広氏とし、中国ではこれを元とする。ただし、日本では、表外漢字の場合、広字のように、 後期事件に従っている。ファン、ありがとうございます。